谷任せの人生してたくせに大嫌いだったんですね。だからそれから脱出したいと思ってて、まあそうですね、でも思ってたせいでか10年で、脱出しましたね。そういえばね、よくよく考えるとどんな弱い思いでも10年ぐらい経てば実現するんですね。つまり思い続けてればね。あ、今気づいたね。これエベレストもね、結局行きたい行きたい言ってはいたものの全然行動してなかったんですよね。まあいろいろと理由をつけて、結局そういえば10年思い続けたら、そうですね、今もう本気でエベレストに向かってますしね。まあ10年経つんだな、かかるんだな、なんでもね。ということは今から思ったことが10年後になるってことは、まあホテルと宇宙旅行の会社、宇宙旅行、まあニューヨーク、パリ、香港、新宿、銀座、京都、神戸、あと鎌倉かで、1年に3分の1ずつ世界で、娘たちは世界中飛び回っててっていうのも実現するかもしれないですね。本当に実現するんだろうね。10年はかかるんだな、つまり逆に言うと10年か。もうしっかりちょっともう一回練り直そうと思います。逆に言うと10年経てばできるんだね。